皆さんこんにちは、ともやです。今日はですね、明日母の日ってことで、皆さんはどんなプレゼントをしますか？本当にね、最近子供生まれた人を見たんですけど、結構ね疲れてて体力をめちゃくちゃ使うんで、本当に、母親ってね、こう仲が悪いって人でも自分をね産んでくれた事実っていうのは変わらないんで、たまにはね感謝の言葉を伝えてほしいなと思いますね。それぐらいね、やっぱ子供を産むっていうのは体力を使うことなので、それがなかったら生まれてきてないですしね。たまにはね、頑張ってて、俺頑張ってるよっていうのを伝えてあげてください。そんな感じで、僕もね、あまりしないんですよね。定期的にね、結構母親が心配してくれて電話とかくれるんで、自分もね、たまにちょこちょこするぐらいで、仲いいんでね、たまにはなんかしないといけないんですけど、一人暮らし8年にね、何もしてなかったんで、去年ね、初めて花渡しましたね。本当にそれぐらい何もやってなくて、今年はね、自分に余裕があるんで、たまにはなんかできたらいいなっていうのと、ありがとうはね、ちょっと恥ずかしくて言えないので、この動画でね、伝えたいと思います。いつもありがとう。以上です。シャイなんですよね、僕。あんまね、こういう感謝とか、伝えれないんで。こういう動画を撮ったら、マザコンとかね、気にする人もいると思うんですけど、大体ね、妹とかお姉ちゃんとか母親とかを大事にする人は結構ね、付き合っても大事にしてくれる人が多いなっていうイメージがあるのと、付き合ってから豹変する人は結構兄弟とか親とかを大事にしてない人が多いかなっていうイメージですね。たまにね、違う人もいるんですけど、大体そういう人が多いような気はするので、家族をね、大事にできる人っていうのは本当に素晴らしいなと思ってますね、僕自身。そんな感じで買っていきますか。運転します。プリウスね、税金来たんですけど、39,500円でしたね。皆さんの車の税金もコメント欄に。男は一生ね、女性に勝てないなっていうのは本当に思ってるんで、勝ってるのは本当に力だけなんで、それ以外は本当に勝てないようになってて、女性はね本当にすごいなと思っててね、ちょっとね恐ろしい部分もあるんですけど、怖い部分もねあるんですけど、本当にすごいなっていうのは思ってますね。はい、到着しましたってことで。別に特別なね、気持ちを伝える必要はないんですけど、いつもありがとうっていうのをね、伝えれたらいいかなと思って、言葉では言わんけど、花渡しね、いつもありがとうぐらいが伝わってくれたらそれでいいかなと思うんで、僕こう自分の気持ちを伝えるのがめちゃくちゃ苦手で、自分の意見を言える方ではあるんですけど、いつもお世話になってる人とかやったら、照れくさくてね、言えないんで、気になってる人とかもそうですし、そこはね、ちょっと社会人として言わないと伝わらないっていうのがあるんですけどね、気持ちはね言わないと伝わらないんですけど、物あげるだけでもねいいかなと思うんですけど、そんな感じで行ってきますか。はい、こんな感じで何買おうかな、めっちゃ迷うんですけどね。迷うな。ちょっとね、こう姫路も雰囲気変わったんで、ピオレとか姫路城とかね、移していきたいかなと思います。何しようかな、ほんまに。知らん、もう分からんけど、適当にね探していきたいと思います。ライブやってますね。母の日のプレゼント買いました。じゃじゃん。ETC カードが挿入されていません。どんな買ったかと言いますとね、これなんかね、可愛らしいの。パ
花とかって結構めんどくさいと思うんで、水やりとかね、繊維人のために、まあ、飾るんやったら飾るで、置いとくと置いてくれる、まあ、増加っていうんですか。こんなね、母親可愛い系好きじゃないんで、ピンクじゃなくてこういった色にしたんですけど、あとは猫ですね。犬飼ってるけど猫ですね。犬の方が良かったのかな。犬飼ってこなかったまあ何でもいいんですよ、物は。ありがとうっていうのが伝わったら、まあ、自分のためのものじゃないんでね、まあ、相手が喜んでくれたらそれでいいと思うんで、皆さんの買ったものとかね、コメント欄お願いします。まあ、そんな感じで、あんまねこういう動画出してこなかったんで、僕の性格とかね、わからない人はいると思うんですけど、まあ普段はこんな感じやでっていうのと、まああとやっぱ友達のねノリとこういう時ってちゃうんで、普段はねほんまにこんな感じなんで、入ります。今日ね休みなんで、今ねコーヒー飲んでゆっくりで昼寝ですね。昼寝言うてももう4時48分なんで、夜寝れないかが心配なんですけど、じゃあバイバイ。